どうも、皆さん、こんばんは。オオカミのチャンネルへようこそ。本日はジュラシックワールドエボリューションやっていきたいと思います。早速、次の島行きたいと思います。前回ね、ちょっとね、いろいろね、事故があったので。次の島に行きたいんだけど、どうしたらいいんですか？島の移動、これか。1からなのか。こっちが後に解除できたんだよね。やっぱ先に解除できた方に行った方が。行ってみよう。あ、資金ちょっと待って、資金無制限、へえ。1からなんだけど、お金持っていけない、ないの。島イスラムエルタ島ではしょっちゅう気象事象に見舞われるだろう。ほら、嵐や異常気象とかさ、次から次へとな。ご覧の通り、この島の天候は少し気分屋なんですよ。まずはこの嵐によって壊れてしまったものの修理ですね。うわ、ひどいひどい。じゃあチームを使ってパークを運営可能な状態にしてください。はい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 。安全の確認が取れたら緊急シェルターを閉鎖していってください。しかし、レストは1ドルも払ってくれませんからね。相当な暴風雨だったようだな。悪天候は時に恐竜たちの思わぬ悪い行動の前兆となりうる。バタフライエフェクトとも呼ばれるが、全ての出来事がつながっていると信じているのならば、全然読む気もないので私は信じているが、見といてください。小さな変化がドミノのように大きな変化を呼び起こし、恐竜が暴れ回ることになる可能性すらある。自分でまた主導か。虫網はここに渡さそうだ。あとどこだ。これで終わりじゃない？あと何？警報が作動中。はいはい。待って、レンジャー基地、シェルター、ラボ、発電所、どうしようかな。停電対策出したことか。停電対策出しておいて、もう大丈夫じゃない？シェルター直して。ご来園の皆様、このところの異例の事態への対応にてご迷惑をかけ。はい、本当に。で、あとは慣れてきてるから、サクサク行こうっていう感じか。化学部門でいいと思うんだよね。たった今オファーが届いたわ。さっさと片付けちゃって。いいね、小型恐竜。あなたは今、新しく恐竜を孵化させているのよね。え、そうなの？どうか責任を持ってやり遂げて。はい。作られる生命は、たとえそれが何百年前の地層から作り直されるものであっても、持ってるんだ。価値がある。なるほど。本当に価値があるのよ。ちょっと待ってね。なるほど。こっち2つ2エリアはあるんだ。これ電気柵じゃないよね。パークの入り口はどこ。入り口こっちからこう来てて、さて装飾にいるかな。ああ、まあここで
ここで、いやーどうしよう。これ水あるってことは水の生物出てくるかな。ここ道通していって、待って、どの辺まで建てれるの。はい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 。あー、なるほど。あー、裏も行けるんだ。あー、これ使い方が難しい感じか。じゃあこの道を伸ばしてこういう風に作っていった方が多分楽だね。ということで、まずは道を伸ばすところから始めよう。え？道伸びないんですか？感じで、とりあえず道を伸ばしておいて、電気で発電所をまとめて作っていきたい。発電所結構ギリギリのいらないところとか。あ、いいね。ここに奥に置けば2個置けるのか。こう、まあ、とりあえずいいや。で、電力で発電所もう1個だね。こんな感じかな。よし、そして道路。よし、これで電力の準備はいいのかな。早速、調査チームがないのか。一気にいろいろ自分でやんなきゃいけなくなった。レンジャー基地はあって、調査センターある？調査センターもないのか。ちょっと待って、95でしょ？科学部門で新しい仕事があるんだけど、はい、興味ある？もちろん、あるわよね。何でも受けよう。新契約。あー、エンターテインメント欲しいんだよね。こいつを引き受けてもらえない？ウィンウィンな契約だと思うよ。はい、そしてオペレーション調査センター、まずこれが結構お金の主力になるから、建物のコストの制約、ここ作れないんだ。地形の制約。あー、なるほど。まあそのまま地形は使っていった方が楽だから。ここしかないのか。あんまり望ましくはないけど。調査センター、あれ2ってもう1個あった？え、嘘、ないよね。あれ、調査センターにないよね。1、2、あ、でも2ってことはどっかに1個ある。わ、間違った。レンジャー、え、調査センターどこ、なんで2ってなってるんだろう。お金がない、危ない。これちょっと先に恐竜やらないと危ないか。道沿い、
ほうほう、新しいやつね。とりあえず調査チームを送って、ダメだ、最初装飾しか無理だ、もうお金がない。結局最初装飾か。まあ、そこそこいいものがいるからね。一匹しか出せない。なかなか、最初結構、お金厳しいのか、また、一から。ファーストフードとか全然無理だったんだけど。そっか、資金繰りもうちょっと計算しないとダメか。しかも小型装飾成功って書いてあった。全然これ大ミスなんだけど。ちょっとこれ取りやめていい？まあいいや、こっちに小型にしようか。小型ってこれでしょ多分。あ、安い、素晴らしい。ちょっと待って、いや、やめよう。あー、遺伝子入ってたかな。入ってないな、もったいないな。はいはい。あー、写真写真収入ね。でも撮るもんないんだよね。調査チーム待つしかないね。残り1分だから。あ、研究もまだでしょ。うわー、これ結構最初厳しいな。何が赤字だったの。電力立てすぎたか。おっと、急にお金増えた。あ、これか。若い恐竜を補充してくれたわね。よかった。最良の効率で研究が進められる。はい、これ放たないで待っとこうか。何が来るか分かんないな。何が欲しいかな。最初結構エンターテインメントも結構大きいんだよな。こんにちは、新契約の時間ですよ。いいんじゃないすごいいいと思う。え、化石センターないから見に行けないってこと。ひどすぎる。ちょ、研究センターがないからってこと？え、これ研究センターないと化石見れないの？化石センター、化石センター、化石センター、そんなのあったっけ。調査センター、あ、これだ。400。わあ、無理じゃないこれ。なかなか厳しいね。とりあえず放とうか、もう。あれ、これもう初手で積んでた？科学部門の仕事を進められるのも、あなたの能力があってこそよ。いや、200じゃ足りないな。あなたの報酬よ。イスラムエルタ島での仕事は素晴らしかったわ。いや、これ結構最初科学契約じゃないとエンターテイメントだと厳しいかもしれないな。どうしたらいいかな。とりあえず教員を増やそうか。もうそれしかないね。ゲノム編集で評価って上がるの？プラス 9%。 やっぱ色替えが、ただの装飾は色替えがでかいのかな。
そうだね。これにしようか、評価高いし。安い恐竜を迂回していくしかない。あ、そしたら餌を置いてあげないといけなくない？さすがに餌ないのはやばいね。特等席で見てください皆さん。そしてお金を、お金を落としてほしい。あんたのために新しいミッションだ。目を通せ。承認すべきだと思うぞ。はい。正直に言って恐竜の訓練に金は役立つ。お金は必要ってことね。はいはい。あ、こっちも餌置いてない。値段が高すぎます。うわ高い。え、餌ないから死んじゃうんじゃない。ちょっと、いやこれ積んだかもしれないな。早速ちょっと言われた通りやった方が良かったかもしれないです。積んだらやり直しになるかもしれませんが、本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。では、スアミゴス、またね。